ビデオが復活しました。そらくちょっとカモン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 。そのでかいパジャマ、これはですね、骨折した時に三角巾を着てもですね着れるようにってことで、お母さんが身長160センチ用のパジャマを買いました。だからかなり大きいですね。足なんかブカブカですね。160センチです。じゃあそらく左腕出してください。もうだいぶ良くなったみたいなんで、どう、ブルンブルンできるね。いくよ。よ、横も動く。横も動く。すぐ。あと何ができねえんだ、逆に。それを聞いた方がいいな。飛び箱はできない。手グーンで。ああ、飛び箱は無理だな。タイプ無理でしょ。走るはできるよ。走る。糸満はまだ行ってないでしょ。スイミング。先生、手引っ張られるんだよね。そうだな。今度は、病院に行くのは16日だから、だいぶ先だ。3週間、2週間ぐらい先になる。ドラえもんのやつはどうすんの？ドラえもん？ドラえもんは君のあれでしょ？ビデオで撮るんでしょ。ということで、だいぶ復活してきた空くんです。私の方の鼻水はですね、風邪ではなくてなんかアレルギーだったみたいで、もしかして花粉症、そんなバカなと思うんですけども、花粉症今までなったことなかったんですけど、もしかすると花粉症かもしれないです。じゃあ空くん、ほらほら、ドカンマ、え、ドカンマ、ずいぶん君大きくなったよな。ここに前は頭がやっと出るぐらいしか穴があったのに。ここ行くよ。どれ、やめた方がいいんじゃないのお前。あ、時計になっちゃった。なっちゃいましたね。よし、じゃあおしまい。そらくんが今日、夜ずっとこの、ものを作ってました。これ皆さん何だか分かりますか。トイレットペーパーの芯をですね3つ、くっつけてですね、周りに縁をつけたものなんですけれども、これが一体何になるのかは、とにかく明日わかんの？明日の夜。え？明日の夜。明日の夜わかるそうです。皆さんお楽しみに。そらくんはメグウィン TV を見てます。ヒカキンね。ヒカキンを見てます。お前さっきメグウィン見てたじゃないかよ。メグウィン全部見た。全部見た。